はい、こんにちは。ご依頼いただいてましたツイントリップが一通り出来上がりましたので、簡単に紹介したいと思います。確認ください。まず、桁ですね。こちらご覧の通り、一応5桁になってます。ですから、これ1メーター単位ですと 99.999km ですね、までになります。で、まあ、それとは別にですね、まあ、このセッティングで、まあ、明るさ調整できます。明るさも調整できます。で、これ射速パルスですね。射速パルスの数も、まあ、こんな感じで選べます。で、先ほど1メーター単位って言ったんですけど、このユニットを1メーターを10にすると10メーター単位になります。10メーター単位だと、つまり、123.00なんで、100キロ単位まで表示できます。ですから、まあ、それはちょっと使用の場面によってですね、選んでいただければと思います。で、今のこの明るさとパルスと単位ですね、これは保存されます。電源を落としても、次そのまま反映されます。あとは補正ですね。キャリブレーション、ここに書いてありますけど、キャリブレーションは ARM、 つまりこのトリップメーター割る、ロードブック、基準距離です。で、例えばそれ計算して1.2だったとすると、まあ、1点で桁を送って12で、まあ、こんな感じで押していただければ登録されると。で、ここら辺もですね、例えばこう電源を落としても保存されてます。ですから、こう新しいラリーとかに行くときは、必ずこれを1回面倒でもこう0に、まあ、1.0にしていただくと。で、これもし保存したくなければですね、その旨お知らせください。発送する前にこの保存機能を外します。こっちの多分この辺の機能は保存されててもいいと思うんでいいんですけど、こっちの補正ですね、これで保存するかしないか選んでいただければと思います。特に指定がなければ保存モードということになります。あとはご要望いただいたこの A と B の切り替えですね。胴体で上と真ん中で両方動いて、下で A が、まあ、下が動くということになります。で、進行方向切り替えですね。こちら、引っ張り上げて倒すタイプですね。真ん中だとニュートラルで、上下で前進後進。で、マイナス表示がないんで、これ例えばこう、形でやってるんですよ、すみません。こうやってやって下に下げて、もう0からいくとですね、こんな感じで増えてるように見えます。こういう感じですね。で、例えばこれをまた前進に戻す、つまり反対側にすると、まあ、今とは逆の方向にする、まあ、これがプラスですね。こういう感じになります。はい。あとクリア、これクリアします。白でクリアですね。で、この白いボタン、ファンクションボタンなんですけど、これ今クリアした値を直前の1つだけ保存します。こう押すと、まあ、これ最初下はまだクリアしてないんで0ですね。で、上がこれ17が先ほどクリアした値ということになります。これが一応メモリされるということですね。これも下もクリアです。こんな感じですね。あと、ご要望いただいたバックランプと連動ですね。これ、車両の 12V の、バックランプかなんかにこうプラスにつないでいただくとつながります。プラスですね。まあ、具体的な説明は別途マニュアルを用意しますけれども、一応簡単な動きの確認ということで、もしこれで、まあ、何かこう追加機能とかあればですね、プログラム的なものだったらできます。ハード的なものだとちょっと厳しいものもありますけど、まあ、大体ご要望いただいた機能はこんな感じかなということでご確認ください。特に問題なければ、これから発送準備の方に取り掛かりたいと思います。では、よろしくお願いします。